こんにちは、おしょうです、うん、いつも動画のご視聴ありがとうございます。はい、前回ねレックスをやったんですけども、今回はですねこのフューエル1ですね、これなんですけれども、自分の車定期的に一番入れてるのはこれですね。でこれなんでこれを入れてるかっていうのは、もう本当ね効果が分かりやすい、うん、でねこれを入れてることによって汚れが最初からつきにくいエンジンになっていくので、その辺は本当にね助かってます。ただ入れるだけなんで、うん、でこれまあそんな高いもんじゃないですしね、うん、入れているっていうのはね、もう遠出するときにね結構まめに入れてますね。あの高速で遠出して、まあ、片道何百キロとかっていうときにはもうこの大体入れてっています。でどんな効果があるか大体知ってる方多いかと思うんですけど、まあ、どういう方におすすめするかとか、どんな効果があるのかとか、でこれを入れることによってどこの部分がじゃあ一体洗浄されるのかっていうのをねちょっとやっていきたいと思います。はい、非常にね分かりにくいイラストなんですけども、まあ口で解説していきます。燃料タンクですね、これまず燃料タンクで、ここは給油口です。給油口で燃料が入ってる燃料タンクですね。でこのパイプですね、燃料のラインから、この燃料のラインからずっと行って、これがインジェクターです。でこれインテークマニホールドのつもりです。ここがねマニホールドのつもりで、まあこのインジェクターからバルブを通って燃焼室に入ります。まあこの辺はねレックスをちょっと、まあ、やった時のこのねイメージしてもらえればいいと思うんですけども、まあこのねフューエル1はここの燃料タンクから入れます。まあ知ってる方は多いと思うんですけど、まあ、ここから入れます。でまずここから入れるということはタンク内ですね、当たり前なんですけども、このタンク内ここをまあ洗浄してくれます。これ、ね、ここの中はねどうしてじゃあ汚れるのかっていうと、ガソリンっていうのは古くなると、まあちょっとねベタベタしたようなねヤニみたいなやつが出てくるんですね。でそれとか水分とかがやっぱりどうしても中が結露しますので、水分とかそういった汚れで周りに付着していきます。この周りにね、でこの周りに付着していったものとかをフューエル1の洗浄力で溶かしていって一緒に燃やしてくれるってことなんですね。でそれがね一気に剥がれて詰まってることないですかって言われたことあるんですけど、ないです。それはないです。そんなに一気には剥がれません。やっぱり30から60リッターに対して1本なんですけども、これをね、まあ、ちびちび使うと逆にあんまり効果がないので、軽自動車とか、まあ、最近のエコカー30リッターとかのものであればもちろん半分ずつ入れるのは全然構わないとは思うんですけども、まあ、あの燃料タンクはね50リッターぐらいであれば、まあ、1本入れちゃった方がいいと思いますね、間違いなく。でこの燃料ラインですね、燃料のラインずーっと行ってここですね、インジェクターの中を通ってここも掃除してくれます。もちろんねインジェクターを掃除してくれるってのは結構ありがたいですね、すごく重要です。でこのサージタンクにからの、ここまではさっきあの前回レックスでやったと思うんですけども、サージタンクの方からねこっち側レックスでやりましたけれども、ここからインジェクターからバルブをきれいにしてくれて燃焼室ですね、ここまでをきれいにしてくれます。このエンジンの中の燃焼室の中は、まあ、レックスでもちろん綺麗になってたとしても、さらにそれを洗い流すようなね、あの効果が非常にありますので、で私の動画でサンバーのキャブが調子悪くて、1年間放置されてたんですね。でエンジンかかったんですけど、キャブが調子悪くていろいろやっぱ部品変えたり点検したりいろいろしたんですけども、結局ですねこれを入れただけで治りました。もう未だに元気です、全然元気です。だけどまあ定期的には入れるようにしてます。もう、うん、で満タンにするときにですね、まあ、1回満タンにしてこれを入れたら、なるべく、まあ、空に近いところまでは使い切った方がいいです。途中でガソリン足しちゃうと結局フューエル1が薄まっちゃいますのでね、うん、まあ、そうならないようになるべく、まあ入れたら、まあ、フューエル1が入ってるんだなと思って、まあ、たくさんガソリンをねエンストしない程度に使い切ってください。でまあこういったところの中を全部掃除してくれるんですけども、これはですねめったに乗らない車は毎回入れた方がいいです。私のシルビアとかもそうなんですけども、めったに乗らない車っていうのは結局この中のガソリンが
腐ってるんですよね。常に新しいガソリンではないので、やっぱこのガソリン自体がすごく悪さするっていうのはありますので、そのガソリンっていうのは洗浄力は持ってるんですけども、逆に汚れもついてしまうっていうのがあるので、まあそのね、中を洗浄してあげるという意味ではまあ滅多に乗らない、まあ1ヶ月に1回しか乗らないっていうんであれば、まあそうですね、どのくらいってははっきり分かんないんですけども、1ヶ月に1回っていうのはかなり少ない方なので、そういった車をね、まあ、年に、まあ、何回か見るは入れていった方がいいと思います、うん、はい、というわけですね、今回フューエルワンをご紹介しましたけれども、次回はですね、はい、次回はですね、まあ、フラッシングのところでやりましたけども、 E クリーンプラスですね、これの質問も結構多いです、結構来るので、またもう一回ちょっとね、前にも一回紹介してますけども、もう一回紹介していきます。はい、なんでね、次回はじゃあ次、いやこれをやりますので、またご視聴の方よろしくお願いします。はい、今回は以上です。最後までご視聴ありがとうございました。チャンネル登録もお願いします。